よいしょー。よし、今日も息を吸うようにワンピースの情報でも見ていくか。なになに？お、スタッフさん公式から熊本で開催中、ルフィ像のやつかな。ワンピース熊本復興プロジェクトルフィ像設置5周年記念。お、そんなことやるんだ。12月10日まで熊本県立図書館で企画展を開催中です。おー、初公開となるルフィ像制作時のおだっち指示書などを展示しています。ぜひお越しください。しかもこれ撮影禁止？何が書いてあるの？ちょっと、行きます。来ました。しかも今日ね、11月30日なんですけど、ルフィ像がですね、ちょうど5周年の日というですね、図らずもなってしまって、ちょうど5周年おめでとうが言えますね。まずはルフィ像を見てから、そして、図書館、見に行きたいと思います。ここ後ろが今熊本県庁で、まだ見えないかな。ちょうど5年前のこの日、次の日だったかな、熊本県で私はトークショーをさせてもらって、麦わらの一味像についていろいろ話したりしましたね。よかった。で、ちょっと前に去年のナレッジキング王者の山さんと、その前の前かの王者のキリさんと3人で一味像ツアーをしたんですけど、それ以来かな。いましたね。見えます？後ろにいる。ということで、まずはルフィ像を見て、そして熊本の、ルフィ像ができるまでの資料を見に行きたいですね。じゃあ早速行きましょうかね、熊本県立図書館に。ここから歩いて割とすぐみたいなんで、歩いていきたいと思います。それでは行きましょうかね。楽しみやな。なんかその小田先生のルフィ像をこういう風に作ってくださいみたいな指示書があって、多分直筆なのかな、ファックスなのかわかんないんですけど、それがあって、とにかくですね、多分写真撮影できないんですよ。写真撮影できないので、もうメモ帳とかめちゃくちゃ持ってきてます。なんで、事細かに私はそこでメモをして、なるべく忠実に皆さんにお見せできるようにしたいなと思ってますね。これ5年経ってさ、5年前言ったら5年よりずっと前か、指示書ですからね。それを小田先生というか集英社さん並びに熊本県、今までその情報を出してこなかったっていうのがマジでなんかすごいですよね。眠ってたんかいって思って、もう行かなきゃいけないと思って来ましたね。遠かったな。家から7時ぐらいに家出たんで、今11時半なんですよ。8、9、10、11、4時間半かかってるやん。で、ここに滞在できるの僕3時間ぐらいなんですよ。で、3時ちょっとのバスでまた長崎にとんぼ帰りするので、ちょっと図書館に行って、もう目ギンギンにさせて、メモ帳にそれをコピーして書いていきたいと思います。もちろんね、長居できるかどうかっていうのはちょっと行ってみないとわかんないんですけど、他のお客さんとかね、図書館の邪魔になるようなことはしたくないですので、どんな感じかわかんないんですけども、とりあえず行ってみて、でメモができるようだったらめちゃくちゃメモして、そして動画にしたいと思います。はい、ということで、目の前に見えてるのがおそらく熊本県立図書館ですね。はい、そこはちょっと見ていってみましょう。熊本は、ルフィ像から15分ぐらいかな、歩いて。わかりましたね。ちょっと僕が方向音痴なんでっていうのがあるんですけど、なんかよくわかんない道を通って今行ってます。多分正規ルートではないです。あ、今なんか工事してんだ。増設してるのかな。子ども図書館って書いてあるな。でもここですね、県立図書館は。はい、それでは着いたんで、ちょっとメモをめちゃくちゃして、そしてお届けしたいと思います。なんか外からは分かんないんですよね。多分中を映せないんで、この辺で切りたいと思いますので、また後で会いましょう。写真はある程度撮れたんで、ここから解説しながら行きたいと思います。3階でね、会ってて、一室なんですよね。そんなに広くないとこで会ってました。で、中にはですね、県庁に貼ってあったような、復興に関する今までの歴史のパネルとかですね、小田先生のサイン色紙か、これがめちゃくちゃ貴重ですよね。こんなに一堂にカラーの直筆のサインが集められてるっていうのはほとんどないので、めちゃくちゃ行く価値がありますよね。普段はね、その銅像のところに置いてあるんですけど、今の期間はここに集められてるということですね。他にも去年浄瑠璃があったんですけども、ワンピースコラボでその時に使用された衣装であったり、道具であったり、そういうものも飾られております。これも良かったんだよな。そしてね、サニー号トレインとかね、今までにいろいろワンピースがコラボした復興に関したものが展示してあって、撮影禁止のものは、映像とですね、テレビが置いてあって、いろんなものが詰め込まれている映像と、ルフィ像のエスキースですね、10分の1の大きさの、ものですね、原型ですね、スワンと、その指示書なんですけど、撮影禁止なんですけど、公式さんがですね、遠目から写真を撮られているのがあったんで、それをちょっと引用したいと思います。その指示書が書かれているこのパネルですよね、縦2メートル、横8メートルぐらいかな、の大きなパネルがあって、そこに、左からですね、ルフィ像ができていく順序っていうのが書いてあるんですよね。始まりエスキースですね、さっきの銅像ミニチュア版から始まって、原型制作、鋳造、着色、設置、除幕式という流れであるんですけど、小田先生の指示っていうのはこのパネルにですね、特に前半部分に、メモ書きのようなもので、その写真に合わせてですね、写真の上にたくさん文字を載せていってらっしゃるっていう感じなんですよね。その一旦作られたものを小田先生が写真ベースで見て、そしてこれにですね、白いペンで帽子とかの枠をなぞったりされてですね、ここはもう少し大きくしてくださいとかですね、そういうことがたくさん書かれてるんですよね。はい、ということで見ていきました。今ちょっと私は感動しております。ちょっと胸がいっぱいになってるな。そのね、麦わらの一味の銅像が立つに至るまでのムービーみたいなものがあって、それで火の国復興このプロジェクトの一連の流れであったり、麦わらの一味像を作られている方ですね、竹中直樹さんの方かな、がですね、インタビューに出てるの、あれ YouTube でなんか見た気がするんだけど、そういうのを見ると、サニー号トレインとかね、映像があって熊本の人たちが喜んでいるのを見たりね、その携わってる人たちの思いを聞くと、ちょっと私は今胸がいっぱいになっております。めちゃくちゃ良かった。でね、その肝心の指示書なんですけど、思ったよりあってびっくりしたな。かっこよかった。なんかもう、小田先生こんなに手加えられたんだという、指示をされたんだというのが、どれも愛にあふれててたまんなかったな。詳しくはね、今からルフィ像に戻って、見ていきながら、その指示書、僕の写しなんですけど、それと見比べながら、説明できればなと思います。よかったな。4、50分いたんですけど、お客さん僕しかいなくてですね、メモめちゃくちゃできました。撮影禁止のエリアがその指示書と、10分の1のルフィ像のものと、ムービーかな、一室みたいな感じなんですよ。なんでその大きくはないとこなんですけど、すごいいい空間だったな。行ける人はぜひね、行ってください。でね、小田先生のその指示書、5年の時を経て明かされたっていうのがまたたまんないな。よかったな。いろんなね、なんか結構名言っぽいことが書いてあって面白かったんだよな。こうした方がルフィに見えますよとかね、こうじゃないとルフィじゃないですよみたいな指示を小田先生がたくさん書かれてて、もともとね、出来上がってるその制作された最初のものもめちゃくちゃいいんですけど、小田先生がいろいろ手を加えられて、よりルフィになっていったんだなというのがものすごくよくわかるところでしたね。ちょっと熊本ラーメン食べたい。だからちょっと熊本ラーメン食べて、ルフィーゾに戻っていきたいと思います。いや、すっげえメモできたな。ほぼ完璧ですね。全部もうギンギンにして、メモ帳持ってきてて、これにね10ページぐらい書いてあります。でね、まあその全体像としては指示書撮影禁止なんですけど、壁にバンってパネルが貼ってあって、縦2メートル横8メートルぐらいの、大きいパネルがあってですね、そこに制作から一番最初のルフィ像から、銅像がこう立つまでみたいなものが写真とともに説明文がバーッと並んでる感じですね。でそこの一つ一つは、特に前半部分で小田先生がその、制作されたものの写真をいろんな角度から撮ってて、でそれを小田先生にこう送られたんでしょうね、作られてる方が。でそれを見た小田先生がその写真に直筆で、この背をもっとねこう太くしてくださいとか、ここの筋肉はこんな感じですよとか、もっとね顎は丸くしてくださいみたいな指示とか、横にね文字がたくさんこう書いてあったりとかっていうのがドドンとある感じですね。はい、ちょっとルフィ像と比べながら、説明していった方がいいかなと思いますので、行きたいと思います。ということで、ラーメン食べて戻ってきたんですけど、人がねこの頃からちょっと多くて、喋りながら説明できなかったんで、ちょっと音をかぶせて、出していきたいと思います。でどうやってね伝えようかなと皆さん見ている方にですね思ったんですけど、ちょっとうまくまとめきれないんで、もう出てた情報というか私がメモしたやつをもう順不動で全部とにかく明かしていこうかなと、お伝えしていこうかなと思います。でね、本当はパネルに小田先生がいつもの味のある直筆で書いていらっしゃいます。で写真にこう上からね線をなぞったりして、ここをもうちょっと大きくしてくださいとかいろいろ書かれてるんですけど、まあ、とにかく文字ベース情報ベースで全部伝えていこうと思います。でね、ここに書いてあるのが、まあ、ルフィの顔があったら顎の先にこうメモがあってね、顎の先にとんがらせないでくださいと。とにかくね腹が細いと弱々しいですよと、最初にね見たやつからもっと筋肉をつけてください。でこれが面白かったのが、本来ね三角をイメージできないとルフィに見えませんっていう指示があって、こういうね絵を小田先生描いてらっしゃるんですよ。まあ、顔に関してはですね、よくまあ顎をこう丸くしてくださいとか、もうちょっとね丸みを帯びせてくださいっていうのが多かったような気がしますね、最初こう作られたものよりかはですね。で今こう出てるので、米印で描いてる分は小田先生が文字で描いてるというよりもイラストにこう、イラストでこう重ねられてるのを私がメモしたやつですね。はい、こんな感じでしたね。そして腹筋、まあ、筋肉に関してですね、よくこうメモをされておられまして、で最初に作られたものよりももっとね太くしてくださいっていう指示があるんですよ。でここで面白いのがね、腹筋が太くなければ海賊の王にはなれない、まあ、なのでもうちょっと太くしてくださいみたいな指示を出されておりましたね。これ面白かったな。でね、ほっぺたをもっと蓋して、まあ、口は不自然にでかくした方がいいですという顔の指示もたくさんありましたね。筋肉に関してはこれもありましたね。毎日冒険しているのでルフィは筋肉あるんですということも書いてですね、また作られている方にこう返されておられましたね。そして後半というか、まあ、最終調整の写真を見てですね、こういうメモでしたね。すごく良くなりました、ありがとうございます。最後に体がしっかりした分手の大きさが気になるようになりました。全体のバランスが崩れない程度に大きくしてくださいと。まあ、いろんな指示をねたくさんこれまで出してきたけれども、最後はですね納得のものになったという感じですよね。なんかネットフリックスの実写版ワンピースの指示書を見てるような感じがしますよね。あの時もこんな感じでしたもんね。ということで改めてルフィ像を見ていきましょうかね。私は印象に残ったのは、まあね、ボタンを大きくしてくださいとか、帽子を大きくとかですね、丸くしてください。まあ、帽子の大きさは何箇所かありましたね。麦わら帽子はちょっとちっちゃめだったので、もう少し丸みを帯びせて大きくしてくださいみたいな、まあ、指示というかイラストのこう線の修正がありましたね。で手を少し伸ばしてくださいとか、まあ、前髪もね少し浮かせてくださいというのがありましたね。最初はねちょっと寝てるような感じだったんですけど、ぴょんとね前髪も通らせた方がいいですみたいな感じのものが書いてありましたね。まあ、とにかく帽子の丸み、服の広がり、筋肉、そして輪郭ですよね。まあ、ほっぺを丸くとか、顎も丸くとか、そういう指示が多かったように思います。正面から見たらね、こう三角形に見えるべきとかね、筋肉がね、冒険で毎日こう鍛えてるからね、しっかりあるんですよとかいう指示も面白かったですよね。それをね、また踏まえてルフィ像を見ると面白いかなと思いますね。ただ最初はもうちょっと細かった感じなんですよね。はい、ということでルフィ像見てまいりました。尾田先生の直筆の指示書ね、最高でしたね。どうでしたか？なんか熱い思いっていうのをすごく感じましたよね。で、これがね、指示書は12月10日までなので、行ける方はそれまでに行かないとダメですね。まあね、どこかでね、貼られると思うけどね、大きいパネルだったし、ちゃんと作られてたんで、どっかには県庁とかね、空港に置くんじゃないかなとは思うんですけども、とりあえず今見れるのは今のうちだけですので、ぜひ行ってください。いやでもさ、ずっとさ、さっきこう説明しながら撮ろうと思ってたんですけど、撮れなくて人が多くて、その人の多さが嬉しいですよね。何回も来てますけど、いつもね、外国の方だったり観光客の方だったり地元の方だったり、県庁だからね、サラリーマンの方とかね、出張で来てるのかな、たくさん撮っていかれてるんですよ。いつも人が多くてね、それがすごくいいことだなと思います。で、写真とかね、映像で見てもルフィ像すごいんですけど、これね、本当にね、直で見るとまた違うんですよね。行った方は分かると思うんですけど、なんかこのね、壮大なね、県庁っていう大きな組織というか施設の前にね、鎮座してて、そしてこれがもう半永久的に立ってるわけじゃないですか。言ったらもう僕たちが死んだ後もずっとこの世には残り続けているわけで、それがね、すごくなんかジーンとくるんですよね。この壮大な歴史のこう合間をこう見てるような感じがすごくします。ぜひですね、まだ行ってない方は熊本に来てみてですね、いろんな美味しいものもたくさんあるし、馬刺し買いたいな。馬刺しとかマジうまいんですよね。で、いろいろ美味しいものもありますし、見るところもたくさんあるので、麦わらの一味像を回りつつ、そして、いろんな観光をですね、していただければ一番それがいいんじゃないかなと思います。それじゃあ私はですね、もう満足しましたので、長崎に帰りたいと思います。ちょっと遠かったな。往復8時間半の滞在時間3時間ぐらいしか入れないということで、ちょっと遠かったけど、でもそれ以上の満足感がありましたね。どうだったですか？たまんなかったな、やっぱりこういうのは見るに限りますね。はい、ということでこの辺で終わりたいと思います。私は長崎に帰ります。またね、こういう熊本でね、あるこういったものは僕は来れる範囲なので、こういうのありますよとかね、来てくださいとかね、なんかあったらね、言ってもらえればと思います。それではどうも最後までありがとうございました。